文楽の舞台に立つ技芸員。文楽は世襲制ではないため、技芸員の多くを独自の研修制度によって養成してきました。しかしこの春、その研修への応募が一人もありませんでした。制度が始まって以来初めてのことです。もう50年以上やっていて、少ないなりに応募がありましたので、今ない状態っていうのがとてもショックで、少子化ですとか、その景気の動き、学生さん方の就職活動のその年の流れというものがありますので。現在ただ一人の研修生、古谷亮さんです。高校時代に三味線を習っていた古谷さんは、母親に連れられて見た文楽に興味を持ちました。大学卒業後、企業の内定を断って文楽の道に入ることを決めました。研修2年目の古谷さん、人形使いに魅力を感じ専門とすることを決めました。日々修行の厳しさを実感しているといいます。もう頭がパンクになりそうなぐらい覚えること多いんですけど、自分からやっていかないと全く覚えれなくて、今まで与えられたものをこなしてたんですけど、与えられたもの以上にこなさないとできないことが多いんで、その辺が一番難しいと。この日の講師は人形使いの人間国宝、桐竹勘十郎さん。文楽の火を絶やしてはならないと自ら若手の指導に当たっています。厳しいですけど、覚悟もいりますし、辛いこともありますけど、やっぱりそれ以上に楽しさが上回ってるのかな。もちろんすぐにできる仕事ではないんですけども、魅力さえこう感じていただいたら、私はもう何年でも続けられる仕事やと思って、本当に日本の宝物の一つやと思いますんでね、ぜひあとこう引き継いでくれる人を一人でも多く入ってきてほしいですね。